いやもう今日は築地の場内に分け入って野菜をガッツァガッツァ買ってきました。保育園の頃なんですけど、母親の、後ろの自転車に乗って11時になるとあるパン屋さんのところでお赤飯のおにぎりが出来上がるっていう時間を自分は知っていて、必ずその前を通ってそれを買ってもらいたかったような子供だったんです。例えばお団子屋さんが何時にできるとか、そういうのがすごい自分の中では重要で、出来たてを食べたかったみたいな。うちはですね、父親が電気の工事屋さんをしていまして、で、いろんな方がお家に来るようなお家だったんですね。で、母親はある時、急に高校1年生の時に実は白血病で急に亡くなってしまいまして、全然お料理もしたことなかったですし、りんごの皮とかも剥けなかったんですよ。母親が全部手作りしてくれたことが、その亡くなった後に自分の頭の中にインプットされていて、もう美味しいものを食べたいっていうのが小さい頃からの根本にあるので、例えば、母親が亡くなってから自分で料理するのも美味しいものを食べたかったんですよ。学校の先生に1日限定3食とかお弁当の注文を取って、家庭科室とかで1次元目おかず作り、2次元目これ作って、3次元目これ作ってって言ってデリバリーしてたんです。私は大学を出てすごい人になるより、高校卒業してすごい人になりたいんですって言っちゃって、リゾートの郊外にペンションを建ててるデベロッパーの会社で、そこにたまたま就職しまして、でもその時代ですからお茶くみコピーなんですけど、お茶とコピー取ってお給料もらえるんだったらラッキーみたいな感じで、お金は関係なくって、この人のところに行って習いたいっていうところに行っていろいろやってましたね。フードコーディネーターとかいろいろ料理の先生の助手さんとかやっていて、その時代は女性がまだ厨房に入れてくれない時代だったんですよ。男性の職場って今では考えられないんですけど、それなので、もうなんて閉鎖的なんだと思ってですね、だったらフランスに行こうと思ってフランス語を勉強し始めてみたんですね。そしたら本当にフランス語が私の頭には全然入ってこなくて、誰々さんの例えばトップシェフの名前があって、その人のもとで働こうっていう感じじゃなかったんです。世界で一番のお金持ちにお料理を出している人のところのもとで働こうっていう、その頃は本当に日本がまだバブルが弾ける弾けないぐらいの本当にお金持ちな時代だったので、すごく大きな冷蔵庫があって、毎日世界中のものがそこに取るとあの届くんですね。そこにお買い物かご持っていて、今日何作ろうって言って、そこで好きなものをピックアップして、で自分のところに持ってって料理をするような、本当に宝石箱の中にいるような職場なので、ある程度働いて自分の目標は終了って思ったので、自然と太陽とオーガニックとみたいな、そういうところの町に5年住んでました。あんまり所属せず、ケータリングっていう形で、例えば日本から来たテレビのクルーの方とか CM の撮影の方とか、そういった人が砂漠に行くとかいう時に一緒にお料理に行ったりとか、きっとできるから来たんだろうってポジティブに思い、既成概念がないっていうんですかね、枠がないので、すごい大きな会場に大きくデコレーションしたいんですけど、デコレーションを買うお金もなかったんで、そしたらすごい風が吹いてる日だったんですよ。ふって見たらすごい大きなヤシの木がザバザバッと落ちてたんです。なのでそれを引っ張りながら会場に行ったら、すごいディスプレイですねって言われたりして、妹さんから急に電話がありまして、父親が屋根から落ちたと。でもあと何時間かの用事だから黒い服持って帰ってきてって言われてですね、ってことになって、そういうことで戻されたなっていう感じで、自分はアメリカだとか日本だとかイギリスだとか、国境をなくしてみんなが自由に生き返るような国というか時代になってほしかったので、それを食でできたらいいなって思って、それは日本初だなって、返されちゃったことによってですね、ニューヨークが大都会だと思ってたんですけど、東京がやっぱり世界で一番
なんか進んだ街に感じてですね、自分はちょっとついていかれなかったんですよ。昔々のその一番最初に OL さんになったペンションの会社にいた時の上司がたまたま長野県に住んでいて、農家の方たちが第三次産業を始めるっていうことで、あの農産物直売所っていうのができ始めた時期だったんですね、あちこちに。で皆さんがこう自分のお母さんの手作りのものをお店で出していこうとするんだけど、やっぱりサービス業をしたことない方たちだから、なかなかこうメニューが決まらなかったり、こう動かし方っていうのができないから、ぜひ1日でもいいからちょっとお話聞きに来てほしいって言われて、そしたらあまりにもこう熱意はあるんだけど、本当にこのままじゃ全然商売にならないな、ビジネスにならないなと思って、スキー場で本当にメニューがあまり冷凍食品とかそういうことばっかりしていて、まあ、スキー場が流行っている時期は良かったんですけれども、今は本当になかなかスキー離れもしてられるから、そこでスキー場のメニューをレストランを一軒ずつこう手こ入れてたことがあって、やっぱり地元の人が地元らしくお店をやっていくのが一番いいことなので、こう波紋じゃないですけど、トンってして波紋がワン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 って行ったところで自分は離れて次の波紋を作っていくっていうような人だったなと思ってるので、必ずどこかにお邪魔したら自分の給料を稼いでそのプラス上をそこに置いてくるっていう。よしこさん今長野らしいですねと、実は長野で映画の撮影があるのでケータリングで行っていただけませんかっていうんで、それはもちろん喜んでと。それでつきましては2日後に六本木でプレゼンがありますから行ってくださいって言われて、今からこの山から2日後にプレゼンしに六本木に、アメリカはユニオンって言ってちゃんと市民権を持っていたりちゃんとした人じゃないと大きな映画のケータリングには入れないんです、組合がちゃんとしてるから。なのでインディペンデントって言って自分たちの独立系の小さな映画の時にちょっとだけお手伝いに行くとか、そんな感じでケータリングを行ってその現場だけ見たかったので行ってたんですね。でもいつかハリウッドのケータリングしたいって思ってたんですよ。6人ぐらいやってましたかね。でも料理してる人は 1.5 ですね。自分が作ったものを食べていただいた方が何かパフォーマンスしていただいたり、例えば映画を作っていただいたりダンスをしていただいたりとか、例えばたくさんの人を感動させるような仕事の元を作れるっていうのはすごい嬉しいなと思って、松本に野口宝蔵さんっていう断食の指導をされてるお坊さんがいらっしゃったんですね。でそこに無農薬の農家さんに何年も前から一緒に断食行きましょうよ行きましょうよって誘われてたんですけど、ずっと人生食べ続けて美味しいもの食べ続けて生きてきたのに断食なんて絶対行かれないと思ってですね、まあ、長野も終了して東京に帰るし、まあ、じゃあ最後に断食して帰ろうかなと思って、こう毎日五体投地を何十時間もなさってる方なんですけど、こういう自分の祈りが世界に通じていく人っていうのは初めて見たんですよ。それで何年かそうやって自分を向き合いながらお料理をさせていただくっていうようなことをたまにやるようになって、ある時その野口宝蔵さんが、最初ヒーリング料理人って言われてなんか怪しいじゃないですか、ヒーリングっていう料理って思ってですね、3年ぐらい経ってようやくヒーリング料理人ってちょっと自分でも名乗れるようになって、実はついこの2年ぐらい前ぐらいからその野口宝蔵さんが、本堂さんそろそろヒーリング料理人じゃなくなりましたねって言われたんで、もしかして国境なき料理人ですかって言ったら、あそうですねって言われて、コックさんだったり料理人だったりそういう人たちだけが入れるっていうことではなくて、初めての人とでも共にご飯を食べることによって美味しかったねとか楽しかったねっていうか、その場でお友達になったりするんですね。そういう場面を今までとてもよく見てるんですけれども、その時の楽しかったっていう波動が隣のうちもその隣のうちも、そうすると町も県も国も越えて遠い国の国境までワン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 って行ってしまっているんじゃないかと。料理ができなくてもいいんです、共に食べて楽しい場を作れるような人だったら、ささやかなご飯でもいいんです、豪華なご飯じゃなくても。自分の希望としては本当に未来型っていうんですかね、
組織とかが本当はなくて、みんなの心の中でつながっているっていう団体になりたいんです。あのアースデーみたいな感じで年に1回でもいいから、みんなつながってる人たち同時にいただきますなのか、何かの言葉を決めて、まあ、感謝して食べるっていうんですかね。あの私は国境なき旅団ということをやりたいんだって彼女に言ったんですよ。彼女はライターさんだから、こうどこかに記事としてあげてくれるかなと。あまりにも本堂さんの思いがちゃんとできてるし繋がってるから、私もスタッフとしてやりたいですって言ってくださって、国境なき旅団のみんなが募ってお茶とかできるようなものが場所が欲しかったんで。でもその時はここはすごく 雨漏りがザーってしていて、10年ぐらい空いたままで、もうわりかしこう古くなってる、朽ちている、手を入れるのも大変っていうような建物だったんですけど、大家さんにここ借りたいですって値段も聞かずに聞いて、大家さんも値段も聞かずに OK って言ってまあ新田さんが多分かかればカフェだったんですよ。でも結局彼女はここを設計してくれた人と恋に落ちて結婚して、で今は赤ちゃんが生まれたんですよね。私が動く拠点で新田さんがここを回すはずなのに、新田さんが先にいなくなったってどうすんのよって感じで、それでもう天にお願いしたんです。20代イケメン、野菜でケーキを作る人お願いしますって言ったら深澤くんが来たんです。もう皆さんはここで自分のお願い事をして帰られて、で結構あそこでお願いしたことが叶いましたって報告を来てくださったりして、そのご飯を食べていただくことによってミラクルが起きるっていうんじゃなくて、奇跡を誰でも起こせるんですよっていうようなご飯なんです。あのミラクル定食食べて、そこで、まあ、あの帰りがけに心の中でお願いしたら、まあ、7年間あの赤ちゃんが授からなかったけど、あの急に赤ちゃんを生まれることになったんですとか、以前は本当に1日1組だけだったりとか2組ぐらいだったので、テーブルごとにその人を来ていただいたお客さんのとか、カップルだったらカップルさん、ご家族さんとご家族さんのストーリーを勝手に私が想像するんですね。あ、この人たちはエジプトのイシスの神様でみたいな、幕末の例えばあの武家の奥様でマチュピチュで司祭をしていてみたいな、勝手な想像をするんです。大奥の人でとか、21世紀の精進料理っていうタイトルを入れていただいたんですけれども、何年か前から九州の熊本で藤岡院っていう病院の方と、熊本の藤岡院の奥様がぜひうちに巻き蚊の患者さんたちがたくさんいらっしゃるから、ここに来て料理をしてほしいって言ってくださって、もう自分を超えた自分が言っちゃったと思うんですけど、あのもう死が差し迫ってる人に、そうすると皆さんもあそうだよねっていうことになって、でも今日はあの野菜料理ですし、あの調味料もちゃんとしたものを使ってますからお腹いっぱい食べてくださいっていう、あの病気の人も元気な人も皆さん共に食べるご飯ですからっていうことで、それは皆さんすごいご飯の量を食べてくださって、3ヶ月後に私のその最後の晩餐の食事会を予約してくださるようになったんですね。そうすると死んでしまうかもしれないっていう切符だけしかなかった人たちに食事会に参加するっていう切符が増えたので、でこの頃は病気と決別する最後の晩餐の食事会っていうことになってるんです。2日食べないことをしているので、2日食べなくても人間死なないっていうことが分かってるから、そんなにみんな物に漁らなくてもいいのにって、それで次の日朝炊き出ししたんですよ。おにぎりとコーヒーとお味噌汁みたいな。でその後いろんなトラックとかが食材をあの持っていかなくって、福島の方が本当に困ってるっていうのを築地本願寺さんから伺って、本堂さんぜひ一緒に炊き出しに行ってほしいって言われて、どうして私に連絡くださったんですかって言ったら、いろんな人に声かけたけどみんな断ったと。で築地本願寺さんのお坊さんたちと一緒に、最初だからまだ常磐道がガタガタガタなんですけど、バーって行って、そしたらあの福島のいわきに行ったんですけど、それから皆さんケータリングというかあの炊き出しの方がつながってくれて、で去年の秋からはいろんな地域 あのメニューを開発するためにお邪魔したりとか、
いかにこう仕事の状況というか生活の中をフローにするかっていうことをやってますね。流れに乗りながらやるかっていう。今本当若い方とたくさん仕事させていただいてるんですけど、厨房の中とか本当に楽しいんですよ。それは料理するところで暗い話や楽しくない話してたら作るものが美味しくないと思ってるので、いろんな今いろんなレストランに行って、そこのスタッフの力を借りて大きなケータリングとか熊本でさせていただいたり新潟でさせていただいたりとかあちこちやるんですけど、大体行くとその厨房は暗いんですけど、同じところで毎日同じようなメニューを作ってるから大して楽しくないんですよ。そこに行くとどん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 楽しくしちゃって、たまたま私が言い出しっぺなので国境なき料理団団長ということになってますけど、早くこれは若い世代に譲っていきたいと思いまして、その若い世代の人がまた若い世代の人にどん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 バトンをつないでいって、食べ物でその人はできてますから、その食を本当に地球に負荷かけることなく、そんなに多くを食べなくても人間って生きていかれると思うので、もう結構ですよって言えるようなちゃんとした社会になってほしいなと思っています。21世紀は多分そういう社会になっていくんだと思います。想像しながら食べていくっていうんですか、本当に何のために生まれてきたかっていうことをみんな思い出してほしいと思ってるんですよね。なぜならば あなたはかけがえのない人で、あなたが生きていることが誰かのためになってるからなんですよ。自分自身は何のために生まれてきたかっていうと、昔からアウン・サン・スー・チーさんに料理を出したいって言ってたんですよ。で、何年か前に世界仏教徒会議っていうのでチェンマイに行った時に、そこで野菜食を作らせてもらったんですけど、そこでもアウン・サンさんに料理出したい、ミャンマーの国の方に言うんですけど、スー・チーさんは今軟禁状態にあるから、あなたが行っただけで捕まっちゃうし僕たちも捕まっちゃうから無理無理だって。でもいつか必ず近い将来解放されるから、そしたらぜひ私を連れてってほしいって言って、なんかビジネスマンとお坊さんが連れてってくれるっていう夢を見たんですよ。